ここでは正式の情報と展開の要点について確認していきます。今回一番大切なことは多項式の展開っていうのは分配法則のことなんだよっていうことです。それについてね、この正式の展開とはの中で詳しく見ていきましょう。ではまずいきます。正式の展開ってそもそも何なんだっていうところから確認していきましょう。積の形の式を括弧を外して 一つのの多項式の形にすすることこととれを展開と言います具体例早速見ましょう。この2かっ 3a 4b ていうこの式はこの間にあるのは何算でしたっけっていうとこれ掛け算があるんでしたね。で掛け算っていうことはここで僕たちが使えるのは分配法則ですね。 けけるたす2かけるす 4b っていう,ふうにこのように式変形できますここがチョボになってるのは、ね、これはかけるあ別にチョボで表してもいいんでねこっちの方で表しているというただそれだけのことです。であとはそれぞれ計算すれば2かける3 a は6 a 2かける4 b は 8b になるっていうこういうこのかけ算の式の形を。 一つののね、多項式の形にしてますす。よね。これを展開って言うんですつまり括弧が外れてるっていうことなんですねまずこの感覚になれましょうあと今回のメインテーマはですねこの先使った分配法則ですので分配法則についてねもう一度再確認しておきましょう分配法則っていうのは上でも見たようにこの間掛け算の時にですね a×xy っていうのは それぞれの掛け算にできるんだよと a かける x たす a かける y というふうにできるんでしたねもしくは後ろにあっても一緒ですと括弧 x たす y かける a っていうのは x かける a たす y かける a というふうにできるんでしたねでなんでそんな分配法則が成り立つことが言えるんだっていうとこのようにね図で長方形の面積を考えればわかりやすいかと思いますこの a かける x たす y っていうのはどこを表してるでしょうかっていうと 縦が a で横が x y センチのこの長方形の面積を表してますよね。でそのこの長方形の面積っていうのは当然 a る x のこの左側の長方形の部分と a る y っていうこの右側の長方形の部分を合わしたものになっているっていうのは図を見れば明らかですよね。ですからこの式っていうのはこの分配法則っていうのは成り立つんだっていうことがこの目で見ても確認できるかと思います。 でこの分配法則を利用すればですねさらにこの公式も成り立つことがわかりますこれは何かっていうと A たす B かける C たす D の答えはどうなるかっていうと全部に分配するんですね A かける C たす A かける D たす B かける C たす B かける D みたいにこんな風に全通り分配するんだとそういうこの式が成り立つっていうことがわかるんです で、なんでこんなことが言えるんだっていうとこの c+d の部分をラージ m など別の文字に置き換えてみればわかりやすいかと思いますここをラージ m で置き換えたら a b る m っていうこの式になりますよねでこれで分配法則が使えますかかけけるるララーージジとなります。ところでラージ m っていうのは僕らが勝手に置いた文字なんで元に戻そうと c+d に戻そうとそしたらこのそれぞれでまた分配法則ができるんですね ここでしたら A、C、A かかかかけけけけるるるる C C たすす D D ということとここといいううここここににななりりままでしら B B じゃあ結局出てきたこの式っていうのはこの公式通りになってますよね。このようにですね式で証明もできますが先の分配法則みたいにねこのように図で考えても長方形の面積を使って考えてもこの式が成り立つっていうことは確認できます。 やっぱりこの a b かける c d っていうのはこの縦が a+bcm で横が c+dcm の長方形の面積全体と考えることができますよね。でこの面積っていうのはやっぱりこの a かける c 左上の部分と a かける d 右上の部分と B×C 左下の部分と B× で右下の部分全部合わせたら元の長方形の面積と一致しますよね。だからこの式が成り立つっていうことはこの図を見てもわかるかと思います。で今回の要点の最後のポイントですが。 カッコの中のこの項の数が増えても同様に分配法則で展開できます。同様にっていうことは全部いくっていうことです。ですからこれを展開したらどうなるかっていうと、a 掛ける d 足す a 掛ける e 足す a 掛ける f 足す b 掛ける d 足す b 掛ける e 足す b 掛ける f 足す c 掛ける d 足す c 掛ける e 足す c 掛ける f になるよっていうことです。 で、なんでそんなこと言い切れんのっていうと、やっぱりこの後ろの部分ですね、ここをラージ m などで置き換えれば分かりやすいかと思います。カッコ a たす b たす c かけるラージ m、分配法則をすれば AM、am たす bm たす cm になりますよね。で、この am、bm、cm において、m を元の d ーたすイーたす f に戻してあげると。そしてまたそれぞれの中で分配法則するんですね。そしたら、やっぱりこのね、 さっっき言ってたこの全部いくよ全通りいくよっていうこの式が出てくることになります。OK でしょうか。はいということでここでは正式の情報と展開の要点について確認しました。どうでしょうか理解できましたでしょうかね。あとはですね例題を使ってさらに理解を深めていきましょう。